スリープフリークス講師の大鶴です。今回はキューベースのミディキーボードの設定ということで、まず事前の準備としてキューベースを立ち上げる前にお持ちのミディキーボードのドライバーをインストールしておく、そして USB ポートに接続をしておくということをやっておいてください。最近のものは USB ポートに接続するだけでドライバーがインストールされるものもあります。あるいはオーディオインターフェースのミディ入力を使う場合はキーボードとインターフェースをミディケーブルでつないでおいてください。その上でキューベースを立ち上げて実際に鍵盤を押して反応を確認します。まずどこを確認するかというと、トランスポートパネルのここ、ミディ入力の状況を見ておいてください。では実際に鍵盤を押してみます。正しく入力が来ていればこのようにインジケーターが表示されます。あるいはすでにトラックを作っている場合はトラックの右側のメーター、ミディトラックの場合はミディの反応が見れますし、インストゥルメントトラックならば実際に音が出るかどうかというのを確認することができます。もし入力が来ていない場合、確認していただきたいのは上メニューデバイスからデバイス設定を開いてミディポートの設定、ここを選択をします。このインプットの中にお使いのミディキーボードあるいはオーディオインターフェースが表示されていない場合はドライバーが正しくインストールされていない可能性がありますので、もう一度確認を行ってください。またトランスポートパネルでは反応は確認できるのに、トラックが反応しないという場合はそのトラックのインスペクターのインプットのルーティング、こちらを確認してください。今オールミディインプッツと書かれているところですね。この状態になっていれば OK なんですけれども、もし未接続になっている場合はオールミディインプッツにしておいてください。このオールミディインプッツというのは接続されているミディキーボードあるいはオーディオインターフェースのミディ入力、それら全てからの入力を受け付けますよということなので、通常であればこの設定にしておけば反応があるはずです。ミディキーボードの設定としましては以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。